ありが、おう、ありがちずむ、いりりり、お腹痛い時にありがちなこと。はあ、すんげえな、みんなご苦労残ったな、今日も混んでる混んでる。はあ、あ、そうだ、今日は朝一でプレゼンだし、脳内でイメトレでもするか。いやー、このイメトレをしているのとしていないのとでは全然結果が違ってくるんだよな。いやー、すげえ大事なんだぞ。よーし、では早速始めてまいりま、ん？お、なんだ、嘘だろ、おいおいおい、マジかよ、今電車の中なんだぞ、ふざけんじゃねえよ。タイミングってもう少し考えてくれませんかね、我が長よ。やべえって、あ、トイレねえ、なんでこの車両トイレねえんだよ。あ、絶望的だ。トイレがない電車の中で腹痛が始まり、絶望的になりがち。映画楽しみだね、予告編すごく面白そうだったもんね、早く見たいな。ねえ、ずっと気になるって話してたもんね。あー、楽しみだな。何、どうしたの、何か探してるの。ああ、いや、そうじゃないよ。もし映画を見てる最中にお腹が痛くなっても、すぐに駆け込んで用を足していち早く戻れるようにトイレまでの動線を確認しておこうと思って。ほら、私すぐにお腹痛くなるじゃんね。ああ、なるほど、そうなんだ。あんたにとってはこれがすごく大事な動線なのね。すぐにお腹が痛くなる人って大変なのね。だから対策をしているのである。なるほど。お腹が痛くなってもいつでも行けるようにトイレまでの道を事前確認していがち。まずい、来た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 、これは来た、腹痛が、あ、おなら出そうな感じがするけど、今やったらこれは絶対に終わる、チャレンジはしない方がいい。出るタイプの痛みだわ。てなわけで、よし、トイレに行きましょう。はあ、数分後。はあ、くそったれ、あんなに痛かったのに出る気配がゼロじゃねえかよ、俺の漫画タイムを邪魔しやがって。じゃあ何の痛みなんだよ。こら、おならだって出した方が気持ちよかったのに、それを我慢してトイレまで来たんだぞ。出る痛みかと思ったのに頑張っても全く出ないがち。でもこういう時、おならチャレンジをすると必ず身が出てしまうんですよね。すみません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 、神様、今までの悪事を全てお許しください。私がもう全て悪いです、本当に申し訳ございません。これからは人の役に立ち、恥ずかしい行動をしない大人になります。なのでこの腹痛を和らげてください、お願いします。はいはい、懺悔いたしました、早く止めてください、早く止めろや、こら、おい神、この野郎、懺悔は終わってんだよ、早く止めやがれこの野郎。ああ、偉そうな態度を取ってごめんなさい、早くお願いします、止めてください。でで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 で、痛みを神に懺悔して治してもらおうとお願いしがち。かなり悲惨な状態だ、頑張れ。いやー、今日は止めてくれてありがとうね。そんなそんな気にしないでよ、全然いいよ。それに昨日の夜楽しかったし。いや、昨日は頑張ってたし、喉が渇いたな。あ、喉？何か飲む？冷蔵庫に冷たい牛乳があるけど、それでいい？え？牛乳？牛乳。牛乳だと？あ、はい、そうですけど。ふざけんなー！ダメだダメだダメだダメダメダメ、冷たい牛乳なんて絶対にダメだ。俺が冷たい牛乳なんて飲んだ日には30分後にはとてつもない苦痛を味わうことになるからな。地獄だぞ、地獄なんだぞ。え、分かってんのかい？はい、申し訳ございませんでした。お茶をどうぞ。牛乳なんて飲んだ日にゃ、とんでもない一日になりがち。ふぅ、あー、すっきりした。出すもの出したし、これでもう大丈夫。さてと、今からゲームの続きでもしようか。ん？あれ？おかしいですね。いや、これダメなやつだわ。まだおる。私の中にまだおる。痛みがぶり返してきている。ということはまだおるということ。まだ出さなければならないのか。くそー！戦場に戻るか。すべてを出し切ったはずなのに、また痛みがぶり返しがち。ああ、これわかるわ。でも出るのはちょろっとなんだよね。で、痛みが収まったと思ったらまたぶり返してくるというエンドレスサイクル。よし、あれも終わって、これもやった。資料も作り終わって、まとめたから大丈夫だよな。忘れ物ないな。じゃ、帰る準備するか。わっ、かわき。ああ、これは来てしまったな。また腹痛が。ああ、めんどくせえ。せっかく帰ろうと思ったのに。よし、トイレに向かうとするか。よいしょ。なんだあの人。変な歩き方してないか。元競歩の選手だっけ。その癖が抜けてないとか。え？ああ、急げ急げ急げ。漏れる漏れる。痛い時の歩き方が競歩経験者みたいな歩き方になりがち。あのさ、そろそろいい？うん。私ももう準備できてるよ。来て。あっ、
ぐる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 、待て待て待て、この鳴り方はやばい、まずい、マジでやばい、なんでこのタイミングなのよ、今から追っ始めるって時に勘弁してよ、ムードぶち壊しちゃうじゃんかよ。でもこのまま我慢してやるわけにはいかないしな、下腹部にいっぱい振動を与えられたら絶対に出ちゃう、言うしかないか、ごめんね。追っ始める前に腹痛が始まってムード壊しちゃいがち。そうなんですよね、これやってる最中にピッシャーみたいなことにならないように続けるわけにはいかないんですよね。ほらできたよ、あなたのために心を込めて作ったの、食べて。おお、すんげえ、マジでうまそうじゃんありがとう。んじゃ、お言葉に甘えていただきます。数時間後、あれまた来たか。何、どうしたの。あ、いや、お腹の調子が悪くてさ、ちょっとトイレに。もういい。え、何、どうした。だっていつも私の料理食べた後にお腹壊すよね、だったら私の料理なんか食べない方がいいよね。いやいや違うよ、いや、ごめんね、大変な思いさせて、もう食べなくていいから、これからは自分で作るか何か買って食べて。だから違うんだって、君の料理が悪いわけじゃないんだよ、俺のお腹のせいで。なんでこうなるかな。よく腹痛が来ると料理を作った人にキレられがち。いやマジでかわいそうだわ、悪くねえのに。あと話し合っとけよ。この間タイプじゃない男がナンパしてきてさ、マジ無理と思って。そうなのマジウケ。おう、ギャル発見。仲間になりたそうにこちらを見ているんなわけないか。っていうか、へそ出しコーデしてるやん。わー、すごいな。私、絶対へそ出しとかできないし。なぜなら、冷えてお腹が痛くなることが目に見えているからよ。てか、人の見てるだけでお腹が痛くなりそう。てか、痛くなってきた。へそ出しの服装を見るだけでお腹に響きがち。やっべ、また腹痛くなってきたな。もう勘弁してくれよ、もう。お前またかよ、もうそれ嘘なんじゃねえの。なんでそうなるんだよ、嘘じゃねえよ、何のメリットがあるんだよ。だって腹痛くなりすぎだろ。なら俺の手触ってみろよ、痛くて痛くて仕方なくて手が冷たくなってんだからよ。本当かよ、ちょっと触らせてみる。本当だ、お前マジで冷てえじゃねえかよ。悪かった、本当に痛いんだなお前。そうだよ、毎回毎回本当に痛いんだよ、そして永遠に終わらねえんだよ、終わりが見えないんだよ。悪かったって、ごめんな。トイレ行ってこいよ。うん、トイレ行ってくる。お腹が痛い時は手が驚くほど冷たくなりがち。ああ、暑い暑い、夏は暑いね。当たり前だけど、セミの声がより暑さを引き立たせるよね。喉乾いたし、コンビニで飲み物でも買うか。わあ、コンビニの中涼しい。さーて、何買おっかな。お、サイダーが冷えてる、美味しそう。いや、ちょっと待って。でも、今冷たい飲み物をいきなり飲むと、確実にお腹を痛めるんだよな。困った体だ。仕方ない。常温のお茶にしておこう。冷たいのがいいけど、苦渋の選択よ。真夏でも冷たい飲み物は避けて、常温の飲み物を選びがち。もうまた来たよこの腹痛。痛って、マジで痛って。冷や汗も出てきて、もうなんでこんなによく痛くなるんだよ。少しでも和らげるために。なんとなく止まってきた気がする。昔から母さんにやってもらったな、このお腹くるくる。お腹が痛くなると時計回りに手をくるくるして和らげがち。迷信治療ね。来た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 、これはもう即出るタイプの腹痛だ。もうわかるよ、私にはわかる。よし行こう。すっきりだ。お腹が痛くない。お腹が痛くない。痛くないのってこんなにも幸せなんだな。痛くないのが普通なんだけど、普通ってありがたい。みんなわかってる、普通ってありがたいんですよ。痛みがなくなると普通であることに感謝をしがち。さあ本日もやってまいりました、腹痛。トイレ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 、直行していきたい。急いで座りたい。あった、タイミングよく個室一つ空いてるじゃん。よーし、あそこに直行。ガチャリンチョ。なんだと、和式だって。この時代に和式だけんなよ。とは言っても仕方ないよな、たまにあるんだよなこの和式トイレ。っていうかな、和式は腹痛の人にとって姿勢がとてつもなくしんどいんだよ、やりづらいんだよ、お腹が痛くなるんだよ。だから洋式トイレじゃないときついんだよ。出ようかな、でも結構切羽詰まってるんだよな、ここでやるか。でもきついよな、どうしようかな。究極の選択だ。駆け込んだトイレが和式だとがっかりしがち。というわけで皆さん、今回のありがちなこといかがでしたでしょうか。共感できる部分はありましたか。天の声は非常に共感できました。皆さんもよろしければコメントで体験談など教えてください。もちろん高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。
では次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。あー、いろいろ聞いてたらお腹痛くなってきた。でもトイレ行こう。動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。こちらのおすすめ動画もぜひ。ご視聴ありがとうございました。